電鉄兵庫駅は、かつて、兵庫県神戸市兵庫区の山陽電気鉄道本線上に存在した駅である。国鉄山陽本線兵庫駅に隣接しており、同線のターミナル駅として機能していた。山陽電気鉄道の前身である、兵庫電気軌道が、兵庫駅スマ駅間で営業を開始した際、同線の起点駅として設けられた。この時の名前は単に兵庫であった。 兵庫電気軌道では市街地への乗り入れを拡策していたが、神戸市街で路面電車の運営を拡策していた神戸、電気鉄道と競合するためやむなく断念し、この地に起点を置いたものである。開業時は線路一本の単純な折り返し駅であったが、開業20日目には神戸電気鉄道が隣接して、兵庫駅前までの開業を果たし、兵庫電気軌道沿線から市街への連絡を、 果たすようになっている。その後、兵庫電気軌道が、神戸姫路電気鉄道とともに買収され、宇治川電気電鉄部の運営となると、車両規格や電圧の差を乗り越えて、姫路への直通運転を実施することになり、それに備えて直通車用に線路を増設、3線を持つ、東端式ホームの駅となった。線中には、 国鉄との連絡駅名をすべて、電鉄と変える方針により、電鉄標模駅と解消され、さらに発着線が一本削減されて二線となるものの、戦後に、神戸市の都市計画を受けて北側へ移転するとともに、拡幅、旅客四線、貨物一線というターミナルとしてふさわしい駅へ、変貌した。なお、兵庫電気軌道という路面電車扱いで開業した、名残で、 兵庫駅を出ると、長田駅まで1 5トルの区間は、廃止時まで、併用軌道となっていた。そのため、出発信号機は普通の三等式であったものの、場内信号機は、路面電車と同じ赤のバツ時ので、進行の可否を示し、それに新入番線を暗度で示すものとなっていた。1968年の神戸高速鉄道開業により、 山陽電気鉄道本線の電鉄標語、西大館は廃止されることになったため、この時、電鉄標語駅も廃駅となった。実質的な代替は、少し離れた場所に設けられた阪神神戸高速線の大開駅が担っている。なお、駅の跡地は、ツインタワーの高段住宅からなる、高層棟と、勤労市民センター及び関西スーパー等が入居する、低層棟とで構成された。 兵庫駅前ビルとなっている。廃止時点なお1943年までは、長田駅との間に大開通駅も存在した。ありがとうございます。